正面のところにその間仕切りをですね少し作ったんです。あくまでも少しだけ、で表面の方はカーテンを、まあ、少しこううっすら隣が見える程度のね間仕切りにして、それもセットスペースとしては2面の、セット面を8個、いやその感じでね、間仕切りをすることで、まあ、お客様もそんなに圧迫感がなく施術が受けられるし、その少しこう何ていうのかな、そういう部分では、まあ、個室ではないけどそれに近い枠の中でね過ごせるのかな。カウンセリングルームっていうのはやっぱりちゃんとしっかりしてて、でそこは他のセットスペースに比べるとすごく広いスペースで、シャンプー台は4台で全部リアシャンプーしました。今回はその何ていうんですかね、あまり人の視線を感じたりとかしなくていいように壁側を向いて座っていただけるようになっている。ビアシャンプーっていうのは基本的にフェイスガーゼしないでしょ。だからフェイスガーゼをしない中でね、そういう顔をね他の人に見られる心配もないっていう部分でそういうふうにしました。バックヤードの一番いい使い方っていうか部分っていうのは、表にやっぱり変なものをね置きたくなかったっていう、まあ、雑誌一つにしてもそのビジュアルが結構左右される部分もあって、だその辺なんかはバックヤードに上手にしまってね、でお客様に合うものだけを出して差し上げる。であとは薬剤の調合にしても全てシャンプー台とかにはもう何も置かないように。一番初めのプロモーションとしてはセットメニューっていう形でアプローチしたんですよ。そしてすごく今細分化されてて、お客様ものすごく選びづらかったりとか料金が高く感じたりとかいろいろあると思うので、で今回そういうのを全部分かりやすくしたくて、まあ、自分の中では、まあ、ファミレス方式みたいなそういう感覚なんですよ。だからやっぱり単品で頼むよりも、ね、セットにした方が若干お得だったりとか、メニューっていうのを6個だけにしたんです。で今回はカットとかカラー、もちろんトリートメントだったり天板だったりとか、お客様がこうチョイスして組み合わせができるようなアラカルトっていう部分の細かいメニューを一応用意して、そこからこうお客様が自由に選べる。進めやすいですね。そのお得になってるっていうのもあるんですけど、それだけこうもう的確になってて、もうそれ以上こう値段が上がりませんとかそういう形にもなってるので、お客様も納得しやすいですし、1万円のコースと1万2000円のコースなんかは出るんですけど、ほとんどのメニューにリラクゼーションメニューは入ってる。だからそれを体験してもらうことでやっぱりあこういうものなんだっていうのを認識してもらうと。トリートメントっていう言葉はほらあまりにも出過ぎてて、お客さんがあんま魅力を感じないっていうか、そういう部分があると思うんですよ。高いけどあまり効果がなくて持続もしないみたいな。だけどやってみたらいいものって多分いっぱいあると思うんですよね。それがそのやってもらうその切り口としてはすごく良かったのかなっていうふうに思いますよね。紹介カードっていうのはカウンセリングしてる時にさ、メッシングの時に紹介カード何枚いますかって、何枚必要ですって逆にお客様に聞いちゃうといいんですよ。そうするとお客様は気に入ってくれてたら自分の頭の中で想像するはずなんですよね。やっぱりあじゃああのことあのことあの方がいいかな。だからその辺がやっぱり自分的にね、紹介カードの渡し方一つとっても、もっともっとこの切り口を変えたらお客さんの心に残るのかなっていうふうに思ってたんです。自分たちの中ではプチゴージャスで作ったつもりなんですけど、比較的まあ上手にできちゃって、そのちょっとね高級感がこう増しちゃってる部分があって、それでそういうなんか逆に入りづらくなっちゃったみたいな感じに言われることも多いんですよ。ただそういうのをやっぱり自分たちで壊していくのもすごく逆に面白いし、その今の店頭にねとにかく緑を置いて植木を置いたりとか花を置いたりとか、そういう柔らかくなるものをねちょっとずつ楽しみながらみんなでスタッフでやって、行ってる。